あらあら、かわいいダックスフンド。こんなに簡単に膨らんじゃうんだ。でも、もう少し毛があってもいいかもね。これで本物の犬に変身できた。妖精さん、ありがとね。しかもサプライズのおまけ付き。赤ちゃんも迎えるんだね。動物の専門学校行っててよかったね。エコー検査してあげないといけないから。見て見て、三つ子ちゃんみたいだよ。ということで、4匹分の食事が必要。こっちも4匹分なんだ。便利なフンキャッチャーが手元にあってよかったね。あの顔見て、お掃除楽しんでくれてる。おお、お腹いっぱい。あ、でもあと1個いける。犬を飼うのって体力いるんだよね。この子もおやつをもらって文句なしなんじゃない。でもちょっと汚れちゃったね。ご心配なく、このフラフープが助けてくれる。加えて水が必要ってことは常識だよね。乾かしてあげるね。ちょうど新しい服もあるよ。無性にダンスしたくなる時ってあるよね。でも抜け毛なしならなお良いんだけど。果物の王様ドリアンの手を借りよう。半分に切ってホットグルーを垂らしたら、壁にくっつけちゃおう。即席のスクラッチポストの出来上がり。ここに抜け毛を集められるってわけ。もちろんワンちゃんにはふわふわでいてほしいけどね。やめてよね、元気に育ったのに。答えは簡単。ワンちゃんにもお庭が必要なんだ。ああ、この子が喜ぶようにここにおやつを入れてあげよう。あの、ちゃんと穴に入れてよね。おいで、宝探しの時間だよ。そっちはなんとかしてあげて。おっと、誰かさんに絵の具がついてるね。でもこの足型スタンプかわいいね。これを切ってオーブンで縮ませちゃえ。これこそ子犬サイズだね。首輪につけたらオリジナルアクセサリー。ん、まさか羊はいないよね。これはもしや歯の生え変わり。大丈夫、何か噛むものあげるから。タイツに綿を詰めて、反対の足もね。2つをホッチキスでくっつける。ああ、手を貸してくれるみたいだよ。いつだってマニキュアで仕上げたい。このお家で一番の特等席だよ。ホットドッグ、そのソーセージなんかでかくない？スープボールになるのはパンだけじゃないんだ。しかもラーメンにもっとタンパク質を足したいんだね。お腹いっぱい食べてね。この下もうちょっと掃除した方がいいって分かってるよね。できないならせめてテニスボールはなくさないでよね。針を使って紐に通すんだ。これ何にでも応用できるね。これを吊るせばパーティーみたいだね。
パーティーといえば美味しい軽食。それでは披露しましょう。ワンちゃんのプレイルーム。テニスボールには抗えない。今夜はきっと熟睡できるよ。おバカさんね、飲むもんじゃないんだって。まあでもいろんなサイズがあってよかったね。ボタンを押して給水。ゆっくり飲んだね。終わったらトイレットペーパーをどうぞ。やった、スイカじゃん。早く切ろうよ。あー、そういう手もあるね。あと何回か切らなくちゃ。こうやってすくったとこが一番美味しいんだよね。でもまずはスイカの皮が必要なんだ。だって目と耳をつけたらワンコになるんだもん。身の方はクッキーカッターを使おう。楽しい形にしようよ。いろんな動物を入れればプライベート動物園。一緒に食べよう。自撮りしようよ。これはちょっとあげられないな。大丈夫、必要なのは便利な厚紙。アートの授業が始まるよ。この緑が意味するものはただ一つ、恐竜に決まってるよね。頭はないんだけど。ここにちょうどいいのがある。完璧、何にでもなれるよ。唯一の限界はあなたの想像力。ワンコが何欲しいかわからない時ってあるよね。そんな時に必要なのはボタン。欲しいものを自分で教えてくれるよ。遊びたいのか、喉が渇いたのか、お世話して欲しいのか。だっていつも可愛く居続けるのって大変なんだもん。マッサージがしてほしいんだね。別名お腹なでなで。あらら、新しいフォトフレームが必要だね。もっといいものがある。クリアファイルを使おうか。こうやって写真通りになぞっていくんだ。アニメのキャラになったみたいだね。うん、それもいいね。プロジェクターが必要だ。テープで貼ったらライトをつけてショーを楽しんで。こんな壁素敵だよね。絵の具持ってこよ。写し絵テクを披露しちゃって。おしゃぶり？いいこと思いついちゃった。ここを切ってドッグフードを入れちゃうんだ。ついでにちょっとデコっちゃおう。かわいい、にっこり笑顔だね。目が回りそう。ああ、洗濯中だったんだ。そのジーンズ洗っちゃダメだったんじゃないの？でもこれがちょうどの子がいるからいいや。もしかして洗っちゃいけないものいっぱい洗っちゃった？これでお揃いになったね。順番だよ順番。忘れないで、
今日はドッグフードのオーディションがあるよ。子犬はいつ生まれてくるんだろう。ワンタスティックだったね。また今度。